ていたぞ柱間。お前は後。いいの、入る。あーうわー、どうしたのバカー。ギバ、男のくせにぐじぐじうるせえってばよ。ずっとぐちぐちしてたのはてめえの方だろ、ナルト。え、俺しか知らないお前の秘密バラしちゃうかな。おお、面白い。えガイさん、あんなに退屈いいのにどんぐりセンサーでしょ。じゃあ、シーサーの猛獣と呼ぼうか。ああ、そうだそうだ、タララッタラッタララッタッタタララッタララッタ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 ラ。ナルト、みんなが眠ってるのは私のせいなの。だから起こすならなるべく優しく。ああ、気持ち悪い。お前も寝るんかい。本当にタコのおっさんのことを信頼したんだ。イカだ。これはタコじゃなくてイカ。イカ、え、タコじゃない。1、2、3、4、5、数えなくていい。丸いのがタコで三角がイカ。そんな、なんでね。スイッチがあるだけでした。ここは神聖な場所じゃなかったんですか、バカ野郎。この野郎、そうじゃなくて、なんで俺そっくり。お前は派手で食いつきが良さそうだからな。それじゃあさっきの偽物って。そういうことだ。これがここで折り込み、どっちが本当の渦巻きナルトか勝負だ。わけわかんねえこと言ってんな。ナルト、しっかり戦え。こいつは確かフグとかいう魚。てフグですか、あれ。食べると美味しいんですよね。無理やり間違えてんのか、あんたたち。あら、なんかお手に口を開き、くっくらいにさせてあるか。なんで口からぬるぬるして気持ち悪い。貧乳。標準サイズだこれ。頭はよせ、しずれ先輩。かゆり、かゆり。とんかつ、こんかつ。そんな調子じゃ肝心な時に失敗するぞ。こんかつ、失敗する。黙れ、殺すぞ。どうせきゅう。ドロップキック。兄貴のキック、すげえキック。いまいちか。もしかして死神じゃねえよな。天国か地獄に連れて行くっていう、あの。いやー、絶対死神だよ。うちは専門の死神だよ。本当に医療忍者部隊のところへ行かなくて大丈夫なのって。うるさいぞキバ。んだよ、犬と人を見間違えるほど弱ってんじゃねえか。いやだ、船になんか乗らんぞ。ここが雲隠れの里だ。頼みますよガイさん、だだっこじゃないんだから。私は来たよ。君の相手はこいつらに任せるから。こんな奴らじゃ修行にならんな。喧嘩はよしなさい。私の蛇で縛り上げ、口から入り込んで体を乗っ取るわよ。あんたが一番変なんだよ。俺がおかげになる。いいわ、いるか。いや、なんだよブラザー、サプライズすぎるよ。任務だ、今すぐお前が出発しろ。ん、なんだその格好は。うわお、コンサート3日後だよ。いいか、藁は1本じゃ弱い。だがそれだって3本集まればものすごく。えい、もっと集めりゃ少しは丈夫な藁紐になるんだよ。あなたは、君はナルトの彼女かな。まあそんな感じ。あんたは黙ってな、サバサク。
まさか虫だらけ、うん、キモ。目立つ行動は避けねば。あんたは大丈夫よ。いって、いつの間にそんなものを。どうしちゃったのよ、ナルト。殻が出て、約束ってどうして解散になるんだってばよ。この虫、クラスの女の子たちに撒き散らそうぜ。虫は虫じゃん、やろってばよ、キャーって。何がキャーなのかな。全員人質という状況に変わりねえじゃねえか、バーカ。本体に向かってバカとはなんだ。お前らバカの分身じゃねえか、バーカ。多分バカだけ本体に残ったんじゃ。まあ何の相談だった。あれが相談のものか。自分たちの待遇の話をこれでもかこれでもかとしつこくしつこくコマゴマと。今日はこれで終わりだ。砂出様みたいになるんだから。砂出様はな、伝説の巨乳の持ち主なんだぞ。伝説の巨乳。ね、重い、重いです。ちょっと、その言い方だと私が重たいみたいじゃない。重いですと言いなさい。お祭りだ、収穫してやろうぜ。誰がトマトだって。長い赤い髪を振り回し、男の子を半殺しにする様から。ラセオジック。マッサージだ、マッサージ。マッサージ。おうよ、決してナルト抜きの密談などは。死んだらあたいの責任か。死ぬな。いや、痛いから、休んでるだけだから。あ、彼をつけろよ。わかってるよ、バカ野郎この野郎。兄貴に向かってバカ野郎この野郎とは何だ。アイアンクローだ。このでもさ、でもさ、背中のとこに思いっきり男って書いてあるんだけど。それは模様のようだ。誰だ家畜担当。豚が逃げ出しているぞ。皆さんよろしくです。最初に皆さんに覚えておいてもらいたいことがあります。この子は食料ではありません。ダー